こんにちはデンダイガールズです今回私たちはデンダイガールズの活動内容を紹介します紹介するのは工学部応用科学科宮崎義しと未来科学部ロボットメカトロニクス学科浅井美ゆですまずデンダイガールズとはどのような団体かについてです私たちは 大学の入試センターと協力して活動している団体の一つで東京電機大学の女子学生であれば誰でも入ることができます現在、ダイガールズの人数は3年生11人2年生8人で構成されています次に、ダイガールズの目的についてです。ダイガールズでは女子の少ない年代の中でより学生生活を楽しむこと 大学内に女子を増やすために高校生の勧誘をする2つを目標にして活動しています次に「年代ガールズの活動内容についてです「d 代ガールズは9つの班に分かれてそれぞれ行事を主催企画をしています班はオリエーテンショー班オープンキャンパス班クリスマス会班パンフレット班イラスト班運動会班朝日祭班 ネット班・外交班に分かれていますここからイベント内容についてお話ししますオリエンテーションは新入生にデンダイガールズの活動内容をお伝えしますオリエンテーションを通して少しでも多くの人にデンダイガールズを知ってもらうことができます新入生歓迎会では食事をしたりゲームをして先輩方や他の学科の人との仲を深めます レクリエーションは全学科対象でレクを行い勝った人には豪華特典がもらえますもちろん参加してくださった方には参加賞がありますオープンキャンパスでは受験を控える女子の私たちの実体験をお話ししたり質問にお答えしています例年たくさんの受験生の方が来てくださっています8月は夏ならではの行事を行います 今年は行うことができませんでしたが、昨年はバーベキューを行いました。朝日祭では毎年出し物を行っています。例年、豆腐入り揚げドーナツを作っており、ヘルシーで特に女性に大人気です。クリスマス会では全学科対象でみんなでご飯を食べたり、他のサークルのパフォーマンスを見ます。他にも電子工作教室、ショッピングモールでの理科教室、 方法誌があります。電子工作教室では小学生を対象として電子オルゴールの作り方を教えます。最後にメンバー内では皆さんが志望している学部、学科の先輩方がいるかもしれません。ツイッターの DM などで受験や学生生活の質問を受け付けております。ぜひ質問してみてください。こちらがインスタグラムとツイッターのアカウントになります。 instagram では私たちの日常の様子を投稿しています。フォローの方お願いします。最後にクリスマス会販と運動会班と朝日再販の先輩にやりがいや、大変だったことをお聞きしました。まず、クリスマス会販の方お願いします。大変だったことは、各団体さんとのやり取りが全然慣れてなかったこと。 景品選びとかはどんなものが嬉しいか、どんなものがネタになるかと考えたことです。やりがいはガールズの締めくくりとなる活動で、先輩とも最後で規模としても大きめのイベントだから、いかにみんなと楽しくやれるかとか、来てくれた人が楽しく終われるかを考えるのが楽しかったです。あと、ハプニングとしては、多大学の人が紛れ込んだことです。ありがとうございます。次に、 朝日祭はお豆腐入りドーナツがたくさん売れたのですがドーナツ一つを作るのに時間がかかり生産を間に合わせるのが大変でしたやりがいはいろいろな学部学科地域の方が私たちの企画に参加してくれることですありがとうございます最後に運動会班の方お願いします。 運動会は参加者全員が楽しめる企画を考えるのが大変でした。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。引き続き朝日祭をお楽しみください。